お。え？え？あのさ。天沢。ええ。ええ。それって。はい。ええ。ですが。なんだって。へえ。ところで、八神さん。いや。ええ。実は。え？なあ。はい。なるほど。まあな。ええ。真の名探偵ならば。天沢。お願いします。へえ。ですが、察するに。天沢。どうも。今日から外部指導員することになった八神だけど、部長はいる？ああ、私が部長の沖手川ドームです。理事長から話は聞いています。そっか、それじゃあ話が早い。これからよろしくな。八神さんでしたっけ。一つお聞きしたいことが。ロボットに関しての知識は？いや、特にないけど。またこれだよ。ん？八神さん、理事長に頼まれたのでしょうが、我々としては外部指導員など必要としていません。え？我々は我々だけでうまくやっていますので、部活に来ていただかなくて結構です。沖手川くんだっけ。一応俺も仕事で来てるから、必要ないって言われても困っちゃうんだよね。邪魔はしないからさ、時々見に来てもいい。さすがに顔出さないでいると理事長に叱られるだろうし。まあ邪魔をしないのなら。それじゃあ改めてよろしく。八神だ。一年の桜伝統です。ところで、はい。はあ。八神だ。車崎哲郎です。
なあ。あ、その。へえ。はい。八神だ。ち。高森しおん。ん？へえ。あの。ち。なあ。ん？はあ。まあ。試合の時間です。なあ。ええ。ち。へえ。マジかよ。高森。おいおい。何？まずいな。なあ。実は。ねえ。なあ。何？おいおい。お願いします。はあ？最適解だ。ふざけんな！消去法だ。おい。いいですか。起きてが。ええ。ああ。八神さん。おう。八神機、行きます。いいね。なんとか勝てたな。よし。おいおい。なあ。お、マジかよ。高森。納得いかねえ。消去法だ。はあ？おいおい。最適解だ。はあ？起きてが。実は。お願いします。ああ。
お。ねえ、ん？あのさ、え？糸倉さん、言っとくけど、なあ、はいはい、え？さん、ちょっと、ああ、さくら、起きてが、うん、いいですか。へえ。高森。おいおい。最適解だ。八神さん、なるほど。それって、あ、そのん、はい、八神です。ところで、ええ、八神先生、あの、ところで、
それって…いえ…はあ…矢上先生。やれやれ。八神さん。おう。おきてが。なんだ。ああ。お。さくら。はあ。頼んだ。はいはい。大丈夫？大丈夫？さくらか。起きてが。ケント。いや。アマサ。よろしく。なあ。実は。それって。なあ。糸倉。なあ。さ。
あんた。え？まあね。はあ、あのさ。八神さん。何？あのさ。ねえ。ん？はい。やった。あの。はいはい。八神さん。なあ。はい。え？そうです。へえ。糸倉。はあ？なあ。え？やった！あんた。いや。ところで、はい。なあ、ところで。そうです。なあ。お断り。ところで。
ねえ。そうです。お願いします。ああ。そうだな。八神さん。なあ。察するに。無論です。おう、お願いします。やってやるぜ。よし、バカ。最高の気分だぜ。高森。うん。ああ。え。ねえ。うん。おいおい。バカなの？頑張るぞ。おう。チッ。あ。ああ。ふん。おい。うん。やってやろうじゃねえか。察するに。起きてがわ。なんだ。そうだな。はあ。ふざけんな。最適解だ。えらそうに。なんだ。はあ。沖手川。ああ、ですが。ええ。
あの、いや、はあ、糸倉。まあね。なあ。まあ、ごめん。いや。なあ、起きてが。ああ。高森。ああ。糸倉先輩。やるじゃん。やった。あ。糸倉。え？ああ、糸倉。いや、つまり、あの、ん？ええ、まさか。ええ。なあ、
なあ。ねえ。やった。糸倉。わかった。糸倉先輩。やるじゃん。はい。ああ。やった。なあ。なあ。八神さん。いや。最適解だ。起きてが。沖手川君。ん？やれやれ。はあ？はあ？あの、はあ、なるほど。ところで、もうおしまい。まったく。八神さん。うん？
はあ。やってやろうじゃねえか。頑張るぞ。八神さん。気分だぜ。まあね。ねえ、糸倉先輩。頑張るぞ。天沢、実は察するに、まさか。ええ、天沢、実は。え、なあ。ん、なるほど。天沢。ええ。まあ。はあ。起きてがわ。いや。沖手川、
最適か。はあ。みんな。いや。くそ。はあ？えらそうに。出たよ。はあ？なあ。はい。僕頑張ります。少しいいか。はあ？ふざけんな！みんな。え？やった！ねえ。当たり前だろ。八神さん。なあ。いただきます。おう、うめえ。うん、悪くない。さくら君、どうした？僕、中学の時ずっと友達いなくてぼっちで、ご飯だっていつも一人で食べてたんです。マジで？はい、一人で食べるのが惨めで便所飯をしようと思ったこともあるくらいです。食事中なんだけど。だから僕嬉しいんです。こうしてみんなと友達みたいにご飯が食べれて。友達みたいじゃないよ。友達だよ。車崎先輩。嬉しいです、僕。やれやれ。ほら、ハンカチ。ラーメンがしょっぱくなるよ。糸倉先輩。げ、きたね。なあ、それ持って帰っていいから。ありがとうございます。椅子を大切にします。みんな、また来ような。高森。はあ？何？起きてが。なあ。八神さん。いいですか？実は。なんだ。すいません。
違うよ。お、はあ、うん、違うよ。なんだ。はあ、あ、ごめん。車崎、まずいな。おい、マジで。おい、いや、おいおい、バカなの？ちょっと！お前、まだわからないのか？なんだこれは。勝手なことをするなと言ったろ。違う、これは。どうしたんだ？わかんない。崎がまた予定と違うことしてたみたい。スケジュールがやばいことはわかってるだろう。それなのにまた変形だの合体だのアニメかぶれなことを。違う、アニメかぶれじゃない。これはそういうのは部活じゃなく勝手に趣味でやってくれ。頼むからスケジュール通り決められたことをやってくれよ。まったく、こっちは全て考えてプランを組んでるんだ。僕にだって考えはあるんだ。なんだって？僕にだって考えがあるんだ。車崎。車崎。車崎が切れた。なあ。あ。はい。車崎がやめる？マジっすか？こんな大事な時に。ああ、部長がピュアな車滝を叱るから。高森、お前設計はできたな？まあ一応で、車崎は辞めると言ってるんだ。仕方あるまい。今いるメンバーで何とかする。おいおい、説得しないんですか？八神さんの説得でも聞かなかったんだ。だったらもう戦略を切り替えるべきだ。あんた本気？それが最適解だ。さあみんな、気持ちを切り替えて続けよう。いない奴のことを考えても仕方がない。なんかあんた見てるとイラつくわ。おい、どこに行くつもりだ？帰る。ちょっと待て、お前も抜ける気か？それは困る。さくらはまだまだ未熟だ。話にならない。お前がいなければ決勝では勝てないんだぞ。
起きてがわ、あんた。糸倉。俺も1抜けた。高森。車崎に糸倉も抜けたんじゃもうダメだ。泥船だろ。一緒に沈没するのはごめんなんでね。糸倉。ああ。ええ。なあ。ああ。糸倉。なあ。言っとくけど。ああ。すみません。八神さん。さくら。はい。なんだ。ああ。はい。最高の気分だぜ。ん？何？さくら。はい。八神さん。ああ。起きてが、どうだ？ロボット動いたか？ダメです。そうか。決勝戦の準備の方は？やはり決定的に戦力不足です。設計も工作もいない。それにプログラマーも。糸倉先輩。いたいた。起きてがわくん、話があったの。アクタ先生、何です？ロボ部、しばらく活動休止してもらうから。は？どういうことです？私、調べたのよ。あなたが地元の商店街にスポンサーしてもらってるって話。あれ、嘘だったんだね。とっくにスポンサー料は打ち切られてるそうじゃない。だったらロボ部の資金源って何なの？高校生がバイトで稼げる額じゃないよね。100万以上でしょ？それは。あのさ、これ見てくれる？写真？ユッターで見つけたんだ。今偉人町で話題のひったくりロボット。警察の話では裏に半グレがいるんじゃないかって話。神経品？同盟？なんかそんな名前の半グレが裏ルートで盗品を売りさばいてるんだってさ。
は？で、こっからが本題。このロボットのボルト、見覚えない？このボルト、これうちが町工場からまとめて買い上げた特注のネジじゃない？何が言いたいんです？沖手川君、そのキャビネットに入ってる設計図、あなたが横流ししてたんじゃない？半グレに。な、何をバカなこと。芥田先生、そりゃいくらなんでも。警察には言わない。私としても騒ぎにしたくないから。でもロボ部の活動をこれ以上認めるわけにはいかない。そんな。他の部員たちもなんか退部届出してきたし、ちょうどいいんじゃない？退部届を、あいつらが。君に付き合いきれないって話だったよ。だから君たちも退部届出してくれるかな。ロボ部はそれで解散ってことにしましょう。もうそれでお咎めなし。私もこの件は忘れるから。ロボ部が解散。ここまで来たのにまた。ねえ沖手川くん、大会で優勝したいって気持ちはわかる。でもダメなものはダメ。ましてや半グレなんて。あなたはまだ若い、将来があるんだから。今回のことよく反省して真面目に生きなさい。いい？これは教育的措置なの。警察には言わないんだから感謝してほしいくらいよ。責任問題になるからでしょ。は？分かった風な口を。大人になればきっとわかる今日のありがたさだね。部長。なんでみんな頑張っていたのに、なんでこんなことに。さくら君、悪いんだけど沖手川と二人きりにしてくれる？はい。沖手川。なあ。ああ、信じるよ。なあ。え？マジで？八神さん、話って。あ、沖手川が君に話があるそうだ。車崎、すまん。車崎、頼む、お前の考えを聞かせてくれないか。僕の考え。
教えてやってくれないか。あの掟川が頭まで下げるんだな。車崎、お前が考えがあると言ったのは何のことなんだ。それはお前が描いていたかっこいいロボットのデザイン、あれと関係あるのか。あのかっこいいデザインには意味があるのか、聞かせてくれるか。うまく説明できるかわからないけど。安心しろ、俺は理解力がある。それに理解するよう努力する。それじゃあ部長、東都理科大が取ってくる作戦は二通り考えられるって言ったよね。ああ、一つは徹底防御作戦。こちらの攻撃に対し徹底的に防御を固め、マイペースにピースを並べる作戦だ。もう一つは高火力殲滅。圧倒的な火力で最初にこちらの機動力を奪い無力化した後、脅威の消えたフィールドで悠々とピースを並べていく作戦だ。どちらの作戦で来るか試合前日まで絞り込めないんだよね。ああ、だから2つの機体の同時並行開発を進めてきたんだ。攻撃も防御も捨てスピードに特化した機体と防御を徹底的に固めた機体の2つだ。でも基盤の納品が間に合いそうにないって言ってた。その通りだ。だから結局俺の計画は崩壊しかけていたんだ。僕が作ってたかっこいいロボットは2つで1つなんだ。だから基盤は1つでいいんだ。2つで1つ。うん、ただかっこいいだけじゃない、意味があるからかっこいいんだ。どういうことだ。変形するんだよ、モードが変わるんだ。だから2つで1つなんだ。そうか、そういうことか。徹底防御戦略のモードから機動性重視のモードにチェンジするということだな。相手の作戦に応じて機体が変形すると。だから基盤は1つでいい。うん、そんなことが可能なのか。小回りの利くコンパクトな機体の上に取り外せる分厚い鎧をつけておけばいいんじゃない。そうか、パージか。脱ぎ捨てるんだな鎧を。うん、なぜ気づかなかったんだ、そんな最適解があったなんて。俺はバカだ。分厚い鎧で防御を固めた機体を作り途中で脱ぎ捨てるってわけか。だがルールには違反しないのか。おそらく問題はないはずです。大会規則には事細かにルールが記載されています。ですが変形をしてはいけないとは記載されていない。車崎の作戦はルールの穴をついているんです。ロボットコンテストではそういったルールの穴をついたアイデアはむしろ歓迎される風潮すらあります。機体が変形するならば基盤も一つで済む、スケジュールも収まる。これはとんでもない最適解だぞ車崎。車崎、やはりお前はロボ部になくてはならない人材だ。戻ってきてほしい。この通り頼む。これからはお前の考えにも耳を傾けるから。わかった、僕も変形はやってみたかったから。車崎、ありがとう。八神さん。ええ。ああ。
なあ。そうだな。はあ。ええ。お願いします。というわけなんです。すべて誤解なんです。だから廃部の撤回を。ダメよ。どうしてですか。私も忙しいし、ロボ部は他にも問題を起こしそうだし。そこをなんとか。次は決勝戦なんです。お願いします。スカよ、退部届は撤回しただろ。おかしいじゃねえか。なんで廃部なんだよ。何よその口の聞き方は。先生に向かってそれはないんじゃない。話をそらさないで。沖手川の資金源だって半グレじゃないって分かったんだから、廃部にする理由はないでしょ。とにかくダメなものはダメなの。何それ、意味わからないんだけど。バカなの。なんですって。どうかお願いします。ロボ部を存続させてください。ちょっと沖手川、嘘だろお前。部長、どうかこの通りです。何、芥田先生が土下座させてる。ちょっと芥田先生、これは一体。ちょっと沖手川君やめてよ。ほら。やめません。廃部を撤回してくれるまでは。分かったから、ロボット部の存続認めるから。よし、やった。はあ、肩こるわ。パソコンずっといじってるとひどいよね。やっと半分、まだかかりそう。今日中に終わるかな。みんな、たまには早く上がったらどうだ。え、でもまだ作業が。いや、全員今日までのタスクは終わっている。だったら今日くらい早く上がっても問題ない。お、いいのか。実は今日楽しみにしてたゲームの発売日なんだよ。ああ、上がってくれ。お前ら最近本当によくやってくれている。だから今後に備えて今日は休養してほしい。みんなの健康が第一だからな。どうした。いや、お前がそう言うなら今日は上がらせてもらうよ。お疲れ。ああ、お疲れ。なんかだいぶスケジュールに余裕が出たな。ええ、車崎のアイデアのおかげです。一つのロボットを作成するだけで決勝戦に対応できるのだから。パージ機構の仕組みは厄介なものの、二つ機構を作るよりは安上がりなんです。そうか、まさにグッドアイデアだったんだな。ええ、それに最近部員たちの作業効率もかなり上がりました。やる気が前より明らかに上がっているというか、以前とは何かが変わった気がします。変わったのは沖手川、お前じゃないか。え、お前がいい方に変わったからみんなやる気を出してくれてるんだと思うぞ。だったらいいのですが。あの、八神さん、これを。これは設計図が入っているキャビネットの鍵です。え、設計図ってロボ部秘蔵のだよな。そんな大事な鍵をなんで俺に。ミスケンの天沢先輩に言われて俺たちのことを探ってたんでしょ。もしかして気づいてた。ええ、ひったくりロボット事件が世間で話題のところに突然ミスケンの指導員がやってきたんです。
怪しすぎる。そうか。だが気づいてたならなんで放っておいたんだ。放っておいたのではありません。泳がせていたんです。え？あなたがうちでいろいろと調べ回り、結果として部員の身の潔白が証明されればそれでいい。ミスケンの天沢先輩もおとなしくなるでしょうからね。なんだよ、結局お前の思惑通りってわけか。まあいろいろと予想外なことは起こりましたが、八神さん、あのキャビネットの中の設計図はこの部の財産です。部員でさえ簡単には閲覧できない。アイデアにこそ価値がある。俺は先代の部長からそう言われ、この鍵を託されました。だから俺はこの鍵を責任を持って管理してきたんです。そんな大事な鍵を俺に？ええ、この鍵は俺から八神さんへの信頼の証ですから。キャビネットは好きに調べてください。ミスケンの天沢先輩にも調べさせてやるといい。それで我々の疑いが晴れるならね。わかった。はじめまして。いや、ん？え？なあ。はい。ねえ、察するに。はい。
大丈夫だよ。おい、これが例のひったくりロボットか。八神さん、これどうするつもり？ああ、どうしたもんかな。このロボット、秋の運動会ロボットコンテスト用に設計したものだったんです。もともとはパン食い競争用のロボットだったんですよ。ああ、そうだったな。今回の大会に集中するために開発中止にしてしまったんだ。だからこいつが出来上がった時、すごく嬉しかったな。僕が頭の中に思い描いたままの姿だったし、スペックもコストも何も妥協せずに作れたんだから。でもまさか犯罪に使われることになるなんて。ねえ沖手川、これ残しといたらまずいよね。ロボ部が犯罪に関わってたってバレちゃうよ。そうだな、このまま部室に置いておくわけにもいかない。でも捨てたら捨てたで警察に見つかったらやばいよな。どうすんだよ。ああ、処分が難しい。ほとぼりが冷めるまでどこかに隠しておくしかないか。大きいけどどこに隠しておくの？そんなスペースなくない？原型が分からぬよう解体しコンパクトにする。その上でほとぼりが冷めるまで隠しておこう。あのキャビネットの中に。車崎には申し訳ないが、今はその方法しかない。分かった。だったら僕が壊すよ。車崎先輩が。僕が作った子だから僕の手で解体してあげたいんだ。ごめんね、犯罪のためなんかに作っちゃって。ロボ部の秘密はこの中に封じ込めておく。俺が責任を持って管理する。なんか棺桶てか骨壺みたいだな。バラしちまったらこんな小さいところに入っちまうんだもん。ちょっと高森、あんたね。あ、
ごめんね、犯罪なんかのために作ってしまって。人の役に立つロボットを作りたかったのに。車崎、ロボットは死なない、死なないんだ。死なない。こいつは解体されてしまったかもしれない。だがお前の中にはアイデアが残っている。それこそがロボットの魂なんだ。だから車崎、死なないんだよロボットは。こいつもいつかきっと新しい役目を与えられ、蘇る日が来る。そうだね、きっといつかみんなを楽しませたり、役に立つロボットになって生まれ変わってくれるよね。ああ、そうだね。起きてが。察するに。つまり、ああ、お、手が無論です。気持ちを一つに。八神機行きます。なんと王者トートリカダイ敗れたり。勝利の王冠を掴んだのは星稜高校ロボット部だ。いかがですか、優勝の感想を。そうですね、ここまで来るのに本当にいろいろあって。本当に部員の仲間のみんなのおかげなんです。お、沖田川。ちょ、マジで。これは俺一人の力じゃないんです。みんなが力を合わせたからこそ勝ち取ることができたものなんです。みんな本当にありがとう。星稜ロボ部は最高だ。部長。よかった、本当によかった。
ほう。ああ困りましたな。お、ん？はあ。要するに。八神氏。見えてきましたぞ。マジで。真の名探偵ならば。